川隆久の国際不動産投資成功塾。成功塾。皆さんこんにちは。市川隆久の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。はい、こんにちは。国際不動産エージェント代表の市川隆久です。亮子ちゃん、はい、この収録は1ヶ月ぶりぐらいかな。久しぶりですよね。1ヶ月以上経ってるかな。この間ですね、私はですね、西回りで世界一周っていうと、まあ要するにアジア大陸からヨーロッパ大陸行ってアメリカ大陸行って帰ってきたっていう、そういうフライトをしてきまして、はい、まあヨーロッパ、ドイツとアメリカ3都市かなに行ってきました。季節は7月ですね、はい、日本がものすごく暑くなって、暑かったというか、ね、暑いですよね。 でもヨーロッパも暑かったんですよ。ドイツでも35度ぐらいで、アメリカもアリゾナっていうですね、内陸、まあ、アリゾナといえば砂漠みたいなイメージなんですけど、そこに行ってきてね、気温が41度ぐらいだった。41度なんだけど乾燥してるのね。湿度が 30% とか 40% ぐらいしかないので、汗がねそんな出ないんですよ。で、各都市、世界各都市の温度とか湿度が全部分かるような今アプリとかがあるからそれを見てるんだけど、はい、日本ってやっぱ湿気が多いじゃないですか。そうですね。で、そこに例えば35度って出るとするでしょ。体感温度っていうのがまた下の方に出てくるんですよ。それはそうすると35度なんだけど体感温度が40度とかね、5度ぐらいプラスされるので、じゃあ乾燥してるところは体感温度と実際の気温がほとんど一致するわけ。あ、そうなんですね。そうするとね、日本が35度を超えると、要はアメリカに言うと41度2度ぐらいの感じになって、これは暑いよねやっぱりと思って、だからまあ7月の下旬にずっとドイツからアメリカ行って30度超えのエリアをずっといたんだけども、ほとんどだからね汗が出ないから、まあ、逆に汗が出ないとトイレには行きたくなるんだけど、やっぱり楽だね。そうですよね、楽楽やっぱりね、まあ、50度ぐらいになってくるとちょっと辛いのかもしれないけど、いや辛いですよね、でもね今回はやっぱ日本がこれだけ暑くなると、いや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 、この時期ねいろんな国に行くっていうのもやっぱりありかもしれないね。だから皆さんもですね、いつ行く、まあもちろん夏休みシーズンだから自然と海外旅行行く人とかね非常に多いと思うんだけども、東南アジアよりも暑いもんね日本。暑いですよね。暑い。タイとかね、フィリピンとかいろんなとこ私もよく行ってるけど、はい、で4月ぐらいがいつも暑いんです、そのあたりは。でもね、この真夏の日本の暑さが、いやーかなり暑い。そうなんですね。そうだからもうね結構大変になってきたねという感じで、今回本当に実感して帰ってきましたね。だからもうなんとかしなきゃいけないかなって感じかな。そうですよね、はい、それでは今日の番組始まりです。本日は特別編ということで、日本人不動産投資家に圧倒的な人気の国アメリカ合衆国ですが、そのアメリカの不動産投資に関しての注意点ということで、アメリカ不動産投資が注目されている中、投資家が本当に注意すべきことは何かのテーマについて市川隆久が語ります。それでは市川さんよろしくお願いいたします。はい、今回アメリカにね3都市ロサンゼルス、アリゾナ、フェニックス、テキサス州ダラスというところにちょっと駆け足でしたけどね行ってきました。でもちろんフロリダとかねニューヨークとか、あとまだ僕シアトルとかはこれからなんだけども、いろんな都市がある中で、なんでこのアメリカの話をしたいかなというふうに思ったかっていうと、国際不動産エージェントで、まあ、いろんなセミナーをやってますと。で、まあ、主に先進国のセミナーが多いんだけども、その時アンケートにです、セミナーやった時にアンケートを書いてもらって、どこの国のに投資がしたいですかとか興味がありますかっていうのをチェックしても、チェックポイントチェックマークを入れてもらうような項目があるんだね。それで、僕らも分析するために今までのお客さん、まあ、結構もう
1000人以上ね、あのセミナーのリストとかもあるんだけども、そのお客さんの中継してったらですね、どこの国が一番興味があるかっていうふうに出たかっていうと、ダントツアメリカだったんですよね。でやっぱりあの日本で不動産投資をするというのがもちろん日本人だから一番いいんだろうけども、やっぱり、もう日本だとなかなかチャンスが今は仮にないとしたときに、どこを目指しますかって言ったときに、もちろん大きく言うと東南アジア系、アメリカ系、まああとヨーロッパ系、その他みたいな感じになるんだけども、どうしてもやっぱドルという基軸通貨がものすごく強いで、あとはやっぱり国力で、人口も増えてる、経済も伸びてるっていうような、でリーマンショックというのは10年前ぐらいにあったんで、それはそれでアメリカも気をつけなきゃいけない要素っていうのはあるんだけども、今はかなりやっぱりかなりね、あのなんていうかな、アメリカ自身をあのうまく投資することで、不動産の資産形成にもものすごく役に立つというのが実はものすごくあの当たり前の話であるんだけども、でもなんでこのテーマを取り上げたかっていうと、実際にでもアメリカで不動産買いたい人の、まあそうですね、どのくらいっていうのは正直わからないんだけども、今はとにかくブームになっているのが、前のね、何回か前のポッドキャスト のテーマでもあったんだけども、減価償却っていう節税っていうのがあって、木造で築22年以上を超えたものに関しては一気に快速で償却できますよみたいなのがあって、これをとにかく目先の利益を消したいので、それで不動産、アメリカの木造住宅を買いたいっていう人がかなりいる。でそれを、まあ、売っている日本の会社もいっぱいある。でそこに関しては正直言うともう千差万別です。で、だから後先考えずにやっぱりあの売ってる商品もある。 でも実際にそこら辺をですね、なんでそこから先深く考えないんだろうなっていう投資家の人が多いなと。別にそこを非難してるわけじゃないんだけど、アメリカのじゃあ投資するポイントって何ですかと、であと不動産投資って何ですかと、でアメリカ人はじゃあどのようにして不動産を、持って買って売って引っ越してみたいなねことをやってるかというと、全く日本とはまた今の日本とは全く違う考え方で彼らはやっている。まあ、これはあの税金のことも含めて、アメリカという国があの買い替えてよりいい家に住むということができるように、その時は税金は取りませんよと、儲かってもねというようなことをもう推奨している国なので、あのものすごくやっぱアメリカというのは魅力的ですね。でちゃんとだから、まあ日本人なんで実際向こうに行って住むってことはあまり考えられないんだけども、一番いいのは向こうに行きます、住んで、住んだところが値上がりしたら売って、でより広いところでいいところを買うのか、もっと安いところに今度行ってまたそれが値上がりしてっていうのをやると、自分の家プラス値上がりした分で投資用の不動産も買えますよと。そうすると自分の方はローンを払うんだけども、もう一つの方の収益とかでローンの返済額をかなり減らすことができて、でなおかつその不動産もまた上がっていくので、それを何回か繰り返すだけで、まあ、資産形成ができちゃうんだよね。でこれが極めて分かりやすくてね、ちゃんとやることでできるんですよ。ただまあ、でも日本人であっても別に投資目的で買っても、その、まあ、名義を向こうの、LLC を作って作ってやる、その場合減価償却っていうのはもうできないんだけど、逆にそうすることで向こうの税制で優遇を受けることでですね、あの買い替えを促進していくってことも十分できる国なので、アメリカの場合の、投資っていうのはですね、まずそこの部分を注目してほしいとか、減価償却とかになってたりするのは一旦置いといてね、本当に投資ということを考えたときにどのような形で、できるのかということをアメリカという国を捉えたときに考えてほしいなというふうに思ったんで、このちょっとテーマをね話をしようかなというふうに思いました。で、例えばじゃあアメリカで、そうだな、どっかの国、例えばじゃあロサンゼルスでこの間不動産見てきました。でロサンゼルス不動産価格ものすごくやっぱり高いです。いいところはもう上がってます。ただもっと上がっていきます。なぜなら
より年収の高いシリコンバレーあたりから移動してきた、だから Facebook ね、Google、YouTube、YouTube も Google の子会社なんだけど、もう会社ごとドーンってまた移動してきたり、そうすると年収がね、2000万クラスの人とか結構いて、そういう人たちが家を買うわけですよ。で、そもそもアメリカって別に新築が余ってるわけじゃないので、新築 の, あのコンドミニアムとか、あの戸建て住宅とかでだいたい1億円ぐらいまでだと平気で買えたりね。だって年収2000万だったら5倍でも1億円じゃないですか。で、5倍って別に健全だから、1億5000万ぐらいまでだったら頑張って買おうと思えば買えるんだよね。で、そういう人たちが集まってくると、より街も活性化するし、より上がっていくしっていうような感じで、ただその時に本来、上がっちゃいけない場所なんだけど、釣られて上がる場所があるんだよね。でもそれっていざ何かあった時に先に下がって、これを今度回復して、わかる、なんとなく回復するのには時間かかる。で、ロサンゼルスってね、リーマンショックの時にやっぱりその A ランクのエリア、まあ、S ランクのエリアって言った方がいいかな。例えば、まあ、サンタモニカエリアとか、分かりやすく言うとすごくあの人気のあるエリア、まあ、だってなんでロサンゼルスってやっぱりいいかっていうと、海がある。で、気候がものすごく安定してて、カラッとしてて、冬でもそんなに寒くない、夏でもそんなに暑くない、住みやすい。で、なおかつ映画の大元である、例えばハリウッドとかがあるとか、で、高級住宅街のビバリーヒルズがあるとか、もう全然あのものすごくね、いい、世界中のいい人が最終的にロサンゼルスに住みたいなっていう人なんかがまだまだいっぱいいる場所で、住宅が、供給されて、で、リーマンショック起きましたと。本当にいい場所って実はあんまり下がってないのね。下がった、でもやっぱり1割2割は下がるんですよ。みんな買わなくなった瞬間があるから。だけど地元の人に聞くと、これがね、3ヶ月も経たないうちにもう値段が戻ってる。で、逆にロサンゼルスの、まあ釣られて上がっちゃったところ、まあ、日本でもそうだけど、中心地が上がるんだけど買えなくなるから、どんどんその周り周りを買っていく、それが一気に上がっちゃう。で、いざパーンと弾けた時にどのくらい値下がりしたかっていうと、7割ぐらい値下がりしてるの、聞いてると。で、不動産ってやっぱさすがに5割ぐらいでは止まる商品だっていうのが本来の不動産なんだけど、それが7割とか下がっちゃうと、まあまあゼロにはなんないけどねみたいな。で、でもそれも結局待ってればまた戻ってくるんですよ。あのロサンゼルス自体が人が増えてるからなんだけど、先ほど一番いいところについては3ヶ月ぐらいでもう戻ったんだけども、まあ7割ぐらい下がったところはどのくらい経って戻ったかっていうのって、想像つく？やっぱ5年とかかかる。だからやっと今戻ったかなぐらい。でも5年経って戻ると思えば、慌てて売らないでずっと持ち続けてれば、別にその買った値段が下がることはないわけですよ。で、でそれはどういうふうにできてるかというと、古くなったからといって建物が古くなったからといって下がるという概念がない。要は100年木造でも使えますと。別に100年以上でも使うんだけども、そうするとそれはメンテナンスしてちゃんと使っていく。もちろんそれに対するリフォーム代とか、あのメンテナンスフィーってのはかかるんだけど、基本的にそうすることで価値が上がっていくわけですよ。だからもう日本なんてもう壊して新しく建てない限り、あのもうそこまでの価値にはならないっていうのが、まあ、特にアジア特性の文化でもあり、いろんな気候条件とか、いろんなあの技術革新の問題とか、いろんなものがあるんだけども、アメリカなんてのは基本的にそんなに難しい構造体になってるわけでもなくて、と思うと、そんなようなですね、あの物件の流れになっていて、そういうようなものをあの持ち続けられればアメリカっていうのは基本的に負けないんですよ。だからそれを思うと、不動産の一番のポイントっていうのは、買った物件の価格が上がるっていうのが一番いいわけ、下がるっていうのが一番怖いわけ。だけどそれは一時的に一喜一憂しないで、長期的に、それは10年経っても基本的に価値があんまり下がらない、で なおかつ値段が上がっていく、これを目指せるっていうのが合理的に考えたらアメリカはやっぱり一番ですね。だからやっぱアメリカやってる場所もあるし、で、人口も明らかに増えてるし、テキサスなんかも明らかに増えてて、まあ半年に1回行って
っただけでもこんな建物なかったじゃないっていうのが急に、もうそんな高い高層建物あんまないからすぐ建っちゃうんだよね。だから、いきなりこんなおしゃれな店が できてきたのみたいな感じで路面店がバーッとできたりね。そうするとで会社も例えば金融機関で1万人の雇用がここで生まれるから人が移転してくるとか、そんなことで不動産の価格もどんどん上がったりする中で、じゃあテキサスも上がりすぎなんじゃないかと言われるけど、それは今度はテキサスの例えばダラスの中でどこが一番だ、だからこの値段なんだ、でそこに対してこのエリアは順番も含めて考えたときにロサンゼルスと一緒ですよ。いざとなって上がりすぎたときにつられて上がっていくのか実力で上がっていくのかっていうのはですね、分析して慣れていけばある程度分かるので、それを想定して皆さんね買うようにしてもらえればいいのかなと。だから目先の利回りっていうのはあるけど、そんなにその利回りを高いことを求めたって絶対無理なの でただアメリカの場合って賃料を上げていくことができるので、1年経ってさあ入居者さん上げますよと、で出ていくなら出ててもいいよと、そしたらまた今度新しい人を入れますって言ったら上がっていくんですよ。まあ見ない英語上がっていくかってそんなこともないんだろうけども、でもロサンゼルスとかだっていいところだったらもう4000ドル、5000ドルの家賃だから 4,50万の家賃なんか平気で取る場所とかどんどん出てくるから、やっぱそこに金持ちが住めるようになれば絶対に家賃も上がるし、そうすると不動産価格も上がるし、同じ利回りでも値段が上がるしと、そういう仕組みがあるので、そこを踏まえた中でそういう商品を買うようにしてほしいなと。それをアパートの個別売りみたいなものを目先で買ってしまうっていうのは僕はちょっとリスキーかなというふうに非常に思うので、ぜひねそういう情報とかを見るためには何社か回ってみるとか、でそこら辺をもし分からないんで聞きたいんだったら我々の会社ね、国際不動産エージェントは全部語れたり勉強会もしたりしようかなというふうに本当に思っているので、ぜひねそんな形でアメリカというものを捉えていただきたいなというふうに思います。この年はどうだかあの年はどうだという話も当然あるんだけども、なんと言ってもね人口が増えてるところは絶対注目すべきです。で人口が増えないところはそこまで期待したら危ない。なのであとは建物がどれだけやっぱあんまり古いとやっぱりそれなり そのリフォーム代はかかると思った方がいい。ちょっとしたリフォームはそんなお金かかれないです。ドア1枚5000円ぐらいで買えたりする。でそれ規格ものだからサイズも一緒なので、普通のあれそういうもの売ってるところあるじゃないですか、そこに行って買ってくれば大工さんだってそういうものを買ってきてそれを取り付けてるみたいな話もあるので、それこそ DIY で自分でもできるぐらいの感じなんで、アメリカっていうのはそのあたりが非常に合理的にできてて、そこに余計なお金が乗ってたりしないので、まあ公平公正なのかなという感じはものすごくしますね。だからぜひですねアメリカの不動産投資ということでいくと、やっぱ値上がりをしていくという観点を一番注意しながらやってほしい。でそのためにはいい人が住むんだと。それは現れてるのは犯罪が少ないで学校のレベルが高いで、これはものすごく大きいです。なぜなら言い方的にはよろしくないけど、人いわゆる 何系の人が住んでるでも結構もう差はある。だからそのあたりはですねちゃんとデータも見れるし解説してくれる人もちゃんといるし、今言ってる日本の会社の人はですね そこら辺を適当にごまかそうっていう人はいなくなってきたね。分かった人が言ってるというか、ちゃんと不動産やってる人が行き始めたし、それ通用しないってことが分かってきたっていう感じかな。それこそ5年前ぐらいだったらですねよく分かんないだろう的に言ってる人もいたんだけど、今そういう仕事の仕方は本当に通用しなくなってきたんで、ものすごくね、分かりやすいということでいけば面白いのかなと。で都市もどんどん人が増えてる都市なんて結構いっぱいあるので、まだまだねアメリカは僕も10都市ぐらい見てるけど、まだまだ僕はですね、30都市40都市ぐらいまでは絶対増やしたいなというふうに思って、その中でマーケット価格で買う手法やり方とかいろいろその管理も含めてお任せしたいんだけど、このぐらいの価格は上乗せされてるけどしょうがないなと思うかとか、そこまで全部分かった上で判断していけばアメリカの投資っていうのは間違いないのかなっていう気はしますね。はい、はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。